スポーツテックラボの藤田望美です。元女子サッカー選手です。島根県松江市出身、趣味は旅をすることです。アスリートをもう引退して3年くらい経つんですが、現在はいろんなところを旅しながら、自分のコンテンツで情報発信したり、見てくださってる方を、元気づけれるようなものを作りたいなと思って活動しています。スポーツテックラボでの活動なんですが、軸が2つありまして、1つは、スポーツ ×IT で地域活性化っていうこと、もう1つはアスリートのセカンドキャリア、デュアルキャリアの支援だったり、ロールモデルとなることです。詳しくはスポーツテックラボのホームページであったり、私たちの SNS を見ていただければわかるかなと思うんで、よろしくお願いいたします。現在スポーツテックラボには3人の競技の異なる女子アスリートと、現役を引退した私が所属していまして、いろいろな、方面で活動しております。共通するのはやはりスポーツを通してだったりとか、いろいろなコンテンツを通して見ている方、応援してくれている方を元気にするっていうこと、あとは子どもたちに、夢を追い続けられるような環境づくりをしてあげるっていう部分で、IT の力は今かなり、スポーツ業界でもそれ以外の業界でも大きな力を持っていると思うので、そのスポーツ ×IT っていう部分を、生かしてさまざまな活動ができればなというふうに思います。スポーツの持つ力っていうのはすごく大きいと思いますし、見ている方に大きな感動を与えることもできると思います。なので、そうですね、私たちの活動を通してより多くの方に、スポーツを楽しんでいただくこと、見ている方の人生がハッピーになることっていうのが一番大きいかなと思うので、そこを大事にこれからも活動していきたいなと思います。